出発するよ。その前にこの便は何発か打ち直すことができるのか。無理、硬すぎる。机の方が脆いもんね。さあうまくできるのかな。ててさあ今週のクイズタイム。皆さん、私が何と入力をしたかったのか、入力ぶち込む、まあしたかったのかっていうのをぜひですね、コメント欄にいっぱい書いていただけたら嬉しいです。ということで日本したいまいります。幼虫ですね、こちら。はい、じゃあ行きましょうか。で、まあ、前回、まあ、幼女が少女になる瞬間を皆さん見届けていただいてですね、で、まあ、その上で、まあ、所長初めての妊娠ということで、今日は出産シーンをですね、まあ、出産と呼ぶか産卵と呼ぶか、まあ、とりあえず天体コートの白紳士さんが来ているので、まあ開かないですね。うちのメスとは逃げるのが下手くそ、遅すぎた。ちょっと待って、やばい。おう、倒れポンチ。じゃあ、やられた。扱ったけど、あ、全部回復しなかった。こんにゃろう。ノーマルのくせになかなか体力高いやないか。体力高いとか、ダメージがでかいやないか。というでね、報告行っていきましょうか。まあ、いろんな車がね、これ何なんだろうな。うん。てか、普通に考えて、車もこんな風な、なんだろう。置かれ方するのかなって思ってる。もっとこう綺麗に整った状態になるもんなんじゃないかって思ったりする。まあいいや。はい、おやすみなさい。来てる。で、膝から崩れ落ちるとはまさに文字通りこの生きてない。で、来る。来ない。来る。来てる。やつは諦めたか、もしくはクレアの存在を見失ったか。こんだけフェロモンまくちら、来た、やっぱりな。あれだよね、もうクレアが辿ってきた道をそのままきれいに通ってきてるってことは、もうあれだよね。フェロモンと匂いを見てね、こっちに、鍵散らかしてるって感じだよね。はい、お疲れ様でした。まあ、彼の出番はね、本パートで終わりにしたいと思いますんで、本当にそれで生きるのかっていう。なるほど。え、ここだったんだ、剣道。ってことはさ、剣道の店さ、後ろシャッター閉めてなかったらさ、侵入し放題じゃん。これってもうすでにレオンたちが来た後なのかな、それともこれから向かう感じなのかな。まあ、閉まってるってことは、これ、まあ、クレアの方がちょっとずつ、まあ、時間の系列としては早めに進んでるんじゃないかなって思ったり、勝手にしたりしてるんですけど、ケツが綺麗。美しい。でですね。すごい珍しい。ちゃんと打てばあれなんだな。あの段数でいけるもんなんだ。でちょ、動いたらめんどくさい。あ、倒れた。あれか、時間差で、あ、これ打たれてた。あ、そろそろ倒れなかった。キャイン。動いてないね。そのくらいか、向こうを歩いてるのはまだいなさげだもんね。いないか。よし、じゃあ降りよう。生きてない。おりゃ。大丈夫だね。よし。じゃあ、上りポンチで。これ、行ったらなんか、ギャウギャウ。ああ、言ってきた。うるせえな、この野郎。ああ、うるせえな、この野郎って言ってる、俺の銃の方がうるさかったりするんだけどね。で、これで登ってくるから。ってことは、もう4時出てくるから。これ、最高に。いい。あ、なるほど。テーブルじゃねえ、車の上じゃ倒れられないから、あえてなんか、ありえない方向に、重力に逆らって、こっちに倒れ込んで、普通撃ったら向こう側に飛んでくるのに、こっちに向かってきたもんね。それでワンちゃんいないから、雨も滴るいいようになった。バスケ棒。これでワンちゃんが向かってきてるよね。あ、バスケやりたいな。今度バスケやろうって思って、高校の後輩が、出身高校のバスケの顧問やってるから、この日に遊びに行ってもいいっつったら、すいません、その日、試合なんすよって。予定表には練習って書いてあったんで、残念ながら試合だったっていうオチ。ふぅ、悔しい。ネットがない。ネットがやっぱりないとさ、こう綺麗にさ、カシュッって入った時の音がね、聞こえないのが残念なんだよね。いるのかな？あ、いるね。めっちゃこっち向かってくるやん。はい。
なんだかんだ、まあ、ゾンビも攻撃力高いからあれなんだけど、こうリッカーとかさ、ゾンビ犬みたいな、ケロビルスみたいなさ、こう速いやつとか結構なんか、これは生きてないポンチだったね。で、後ろから、でちょっと見えない見えない見えない。ポールが邪魔、ポールが邪魔。アクロバッツ。なんなのよ。そうはならんやろ、生きてるしもんで。股間を打ちましょう、ズンズンズンと。ポールが邪魔や。嘘でしょ。で、その優先席は私のものなのよーって。おめえはなんで寝てんだよ。運転手かも、もしかして。特にないよ。なんかこういうのを見るとあれを思い出す。なんでそのそこの下の鉄板とか見るとさ、あれあれなんだっけ、あのスピードキアヌリーブスのなんか出世作なのかな。あとなサンドラブロックか、サンドラブロックとキアヌリーブスのね。であのボスがディーコンなんだよね。ウォーターワールドのね、ディーコン様だ。あのディーコンなんだよね。名前なんだったっけな。でも結構若くして亡くなったんで、70いくつくらいかで亡くなった。うん。これもこう2022年ってこう大物の方々が亡くなるニュースっていうのが多かったですよね。まあその日本国内とかだけじゃなくてさ、海外だとね、あのハグリッド役の方が亡くなったりとかで、ハグリッド役の方のさ、そのなんか。インタビュー動画みたいなのがその亡くなった直後とかにやっぱ YouTube でショートムービーでみんなこう上げてたものがあったりしたんだけど、それ見てるとさ、あのハリー・ポッターっていうのは50年後も見ることができるような素晴らしい作品なんだよガーって、ね、でも俺は50年後にはいないけどなっていう話をされてて、まあ確かにと思いながら、50年後って僕も生きてるかどうかも分かんないからね。人生100年時代とか80歳でしょ。うん、まあ保証もないからね。まあ それはいいという僕の何で全部自分に当てはめようとするのか、そういうがみつさはちょっとあの心なあの記憶正しくいきたいと思います。まあ、それはいいとして、そうでもね、ハグリッドっていう存在はこの作品の中で永遠に生き続けるんだっていう話をしてて、確かにな。だこの間なんか どっかの番組かなんかで死について考えるみたいなあの番組があって、死ってさ、そのほらもう要は人間ってか生物が 100% 誰しもがさ、こう迎えるものじゃないですか。ハッピーを消していくっていうね、ものじゃないですか。なんだけど、こうちょっとでも自分が生きた証とか、あるいは後世にこう語り継ぎついていきたいみたいなものがあるときに、こう日本人でいくと昔だったら時世の句とかあったんだよね。そこで在原の成平とかが歌ってたりとか、まあ、あとはあの吉田松陰のね、ね、大和魂とかね、あのこの身は朽ち果てても大和魂だけは残り続けていくんやみたいなね、っていうのを歌った詩がある。こっちなかったっけ。お前のせいで所長初めての出産グズグズしてるから、お前のせいでお足がはらんでしまったことになっとるじゃん。やめ、さあ出産シーンを見ろ、これが帝王切開。帝王切開ってこんなあの軽く言っちゃいけないもん、軽く言ってはいけないもんだからね。あの うちの娘もね、帝王切開だからね。嫁さんが何時間だったっけな、でも日曜の夜朝から火曜日の夕方までだから50時間以上は格闘した結果、まあ、ちょっとこれ以上娘をそのままにしておくとお母さんの体力も心配だし、で娘のその心拍もだんだん弱くなってきているっていうことだったから、もうちょっと急遽切ることにします。なんで登る、なんで登る、降りろ降りろ降りろ、ちょちょちょ、カメラワークが切り替わったからそんな、そうそう下へ参りますっていうのは、そうそうそう、いよいよだから急にさ電話がかかってきて、で、お父さんですか、あそうですって、あのこれからねって、奥さんねって手を切開するから、あの病院に来てもらえますかって言われて、パッてなって、で奥さんにはもう同意いただいてますんで、このままお腹切るきますんで、旦那さんが到着されましたら、あのその手術に入っていきたいと思いますんで、お早めにお願いしますとか急に言われて、あれがそんな、えちょっと待って、まあ、嫁自身がそのね、あの体を切るよ、ちょっと待って、ピンチ、あ、ちょ、なんか変なの開いちゃった、今の皆さん見なかったかもしれないでしょ、やばいやばい、ピンチ、ちゃん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 、ピンチ、ふらら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 、オッケー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 、
ものすごくこう切羽詰まった状況になった記憶はある。このナイフいらねえからよ、おめえに先日でくれてやるよ。おらおらおら、折れるまで切ってやる。折れ、あ、折れた。よっしゃ、行くか。そろそろ起き上がってくるかな。まだかな。で、お前はどうした？お腹痛くなったのか？急に。急に便を催しているのか？ん？ん？どうなんや？言うてみ。来てるね、来てるね、来てるね。さ、うつ装備して来た瞬間。これ一発でいけんのかな？あー。ジューン。あ、一発じゃなかった。一発じゃなかった。一発じゃなかったけど、あ、どういう状況？うんちしてるみたい。のぐそ舞台みたいな。そうそう。復活。いやー、怪弁だったわーって。全然死に来てた話してなかったんで。怪弁だったけど、お前まだ胃に残って、腸に残ってるものも出し切らなきゃダメでしょっつってパパが現れるみたいな。ああ、ついに別のものに乗っ取られちまったな。ということで、ぐしゃっ。さすがのタイヤもここまでちぎれてしまったらあれなんだな。パパやめて。これ今でも上向こうとしてない。上にエレベーターどこなんだ。キャー、ジュン。あ、まあ、そう死の話にちょっと戻るとさ、興味ある人いるかわかんないけど、あの今だとそのデジタルに残すことができるじゃん。そのまあデジタルをのサービスを提供しているところがいつまで残り続けるかっていう問題一つあるけど、例えばその YouTube とか TikTok とかさ、あの、まあ、そういうインスタグラムとかそういうものに、あの生きていた頃の自分を残すっていうのはこう残すっていうことが、まあ、後世に自分たちを伝える手段として一つあるみたいなね。時世の空から言葉じゃなくて実際の姿形を残すみたいな、そういうので、その本人は死んじゃってるかもしれないけど、まあ、映像の世界で生き続けることができるみたいな、まあ、確かにそういう残し方だってありなのかもしれないなと思うと、もしかしたら気分によってはもう娘に、まあ、自分たちの子孫ひ孫とかの世代に、お父さんやじいちゃんやひいじいちゃんってこんなんだったんだぜ若い頃っていうのをこう見せて残したいなって思ったりした。今日この頃なんで、これだと言葉しか残んないし、なんかよくわかんないとおっぱいおっぱいって言い続けるただのド変態としか残らないからさ、っていうのを考えると、なんかやっぱちゃんと自分が生きた証っていうのを動いてる姿として残すっていうのは、まあ、僕もどうせいずれ死ぬし、でもそんなこと考えるとなんか今のうちにやっておきたいなって思って、なんかそう考えると実写で出ているさ人たち YouTube なんかっていうのはあれ本当にいい残し方してるよなって思って、テレビとかだったらなんか嘘っぱちじゃん、まああの嘘っぱちっていうのはその誰かが編集したものじゃん。 YouTube って基本的にそのタッグとか組んでなければ自分たちでね、そのままの姿を残すこととかってありのままってわけじゃん。まあ、別にホームビデオを YouTube に上げてこのままにしましょうみたいなそういう話じゃないけど、うん、だからそう考えると、まあ、 あの全員に向けて発信する必要はないけど、まあ、どっちかっていうとそのロックかけてそれが見れる人たちだけにするとかっていうのに残すのは一つ、まあ、この今の世界のあり方としてはいいんじゃないかなと思うけどね。はい、ということで、ごちゃ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 喋りましたが、一旦区切りのいいところまで来たんで、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ちょっと待ってね。アイテム整理だけして終わりにしたいと思います。一応、組み付かれた時の武器だけ残しておきたいからね。はい。ということでね、今日の後半の話面白かったなと思う方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンで応援していただけたら嬉しいでございます。ということで、次回地下編やっていきましょう。最後までご視聴どうもありがとうございました。ではまた。